仙台戦終わりましてヒーローに来ていただきました小屋選手です。お疲れ様です。お疲れです。素晴らしいゴールでした。振り返ってもらっていいですか。ケンタがクロス上げたっていうのを分かってなかったんで入りました。あ、分かってたら危なかったですね。分かってたら多分入ってなかったです。ケンタのクロスは入んないんで、はい、でもケンタも結構いっぱいクロスを今日頑張って入れてたと思うんですけどいや正直最近いいクロスが入ってくるようになってくれたんで、まあアシストついてなかったですけど時間の問題かなっていうふうに個人的には思ってたんであいつには言ってなかったですけど、まあ、決めれてよかったです。まあ、前半からチームとして、いい試合してましたしチャンスも作ってたんで、まあ、そういうゲームでしっかり勝ちきれるようになってきたっていうのはチームとして大きいかなと思ってます。いやもう本当によくチームでも今言ってますけど、連勝とかプレーオフとか昇格とかそういうのじゃなくてまず目の前の試合勝つことだけに集中して次大宮しっかり叩いてもう一発アウェー叩いて連勝してホームに戻ってこれるようにまたゴールを期待してますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてそんな小屋選手に見えてます。見せてます。今日は3名がおろす高照さん、川野博さん、そして日名子博さんから出ております。おめでとうございま す。一言お礼をいただけますでしょうか。今日マンオブザマッチももらったんでちょっと儲かってますじゃああと明日から TV 発売なんでお願いします。最後は営業ですね。はい、じゃあここに URL 編集してください。はい、じゃあ T シャツの方もはい、飛んでください。小屋選手の T シャツもよろしくお願いします。じゃあまた次の試合もゲットしてください。はいはい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。大事な大事な仙台戦を終えて井上選手に来ていただきました。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は右サイドからいいクロスバンバン上げてましたね。そうですね、まあフィーリングが良かったです。決勝点になった小屋選手のやつ素晴らしかったですね。そうですね、まあ、いつもあそこいてくれるんで、まあ、決めてくれて本当嬉しかったです。そうですね、まあ、練習の終わりとかに残って、まあ、いろんな俊君であったりとかレイ君であったりとかいろんな選手にこうアドバイスしてもらって、まあ、蹴り込んでたんで、まあ、最近は自信を持って試合でも蹴れてるかなと思います。じゃあ残りの試合右サイド期待ですね。ありがとうございます。頑張ります。じゃあ次連戦でアウェー大宮戦ですが一言もらっていいですか。まあ、僕たちは本当にこれから勝つしかないので、まあ、しっかりと連戦になりますけど総力戦で、いい準備して次も4連勝できるように、チーム一丸となって頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。そして今日活躍に森竹翔と仁田和翔が出ております。おめでとうございます。これダブルです。ダブルでありがとうございます。一言もらっていいですか。これなんですか。よし、森竹さんと仁田和さんです。おはようございます。大切に使います。初めてお会いします。大切に使ってください。大切に使います。次も期待していいですね。はい、お願いします。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。